GoPro ファミリーーメンバーのナックルヘックヘドですえ今日は少し前に購入している、えー、ポーラープロの PL フィルターになります、えー、他のメーカーのね PL フィルターはずっと持ってて、まあ、使ったり使ってなかったりという状態だったんですがポーラープロのやつがまあすごくいいみたいだったので今回購入しました、えー、ものとしては GoPro ヒーロー9から11までの えー、3機種に対応しているものになります、えー、これですね、えー、単体でケースに入ってきてますこういうのはありがたいですよねでものとしてはこんな感じ、えー、レンズカバーごと交換するタイプになります、はい、そしてあの普通のミラーレスとか一眼レフで使う PL フィルターのようにこう回して効き具合を調節できるようになってます 180度回すと効き具合が0から100までいくようになってるんですけどこういう形でマークついてますので非常に分かりやすいですこちらからずっと回してこちらまで180度回すと効き具合が0から100まで変わりますでもまあそもそも PL フィルターって何よという話になるんですけどまあそもそもの使い道としてはまあ 光の反射やテカリを抑えたり、まあこういうところですね、ガラスに反射してますよね。こういうのを抑えたり、えー、まあ被写体の色味をはっきりさせたり、コントラストを強めたりっていう効果があるフィルターになります。で、まあ、映ってるっつってもね、ちょっとわかりにくいんで、えー、これ、GoPro のタオルを使ってちょっとわかりやすくしますね。こんな感じ。 めっっちゃ映ってますよねこれが PL フィルター効いてない状態ですじゃあこの GoPro、えー、この反射が、えー、PL フィルター効かすことによって、まあ、どういう状態になるのかっていうのをご覧いただきますでちなみにこれ露出は外だいたい画面の中心ですね外の明るさに合わせて撮影しています ないとあの全体で、ね、露出を測ると、えー、外が白飛びしてしまったりする可能性もあったりしますので、まあ、その辺りも、ねえー、と動画説明しているのがあったので、まあ、概要欄とか、まあ、リンクカードでも貼っときますので、まあ、知りたい方はまたご覧くださいでは PL フィルターを効かせていきたいと思います ちょっと間隔で回してる部分があって目視できてないので、えー、ちょっとその辺は皆様の方でしっかりご覧ください、えー、これちょっと行き過ぎてんなでまあ一応ね完全にほぼ完全に映らない反射しないところまで聞いてると思うんですよちょっと行き過ぎてたらごめんなさいね じゃあちょっと、えー、フィルター効いてないところまで戻してみますねえー、こんなもんかこんなもんな、えー、これが一番反射する状態ですよねまあ車でね Vlog とか撮られる方であれば PL フィルターはあってすごくいいと思うんですよね、まあ、とりあえず日中のドライブとかこういった形になっちゃうわけじゃないですかまあ GoPro のタオルを ダッシュボードに置くってことはないんですけどまあえー、ちょっとしたものがフロントガラスに反射してしまうっていう状態じゃない方がまあ、やっぱり綺麗ですよねそしてまあ空雲色味がはっきりして雲のコントラストも強くなるっていうんであればまあ綺麗ですからねちなみに取っ手出しですこれ何も えー、編集とかしてないですもういつも通り取って出しの状態で出しておりますのでまあ効果のほどはご覧になっている皆様おの,おので判断していただければと思いますこれが効いてない状態でここから効いてる状態もうほぼほぼ反射してないですよねうんすげえなポーラブロン まあ他のメーカーだとね、まあ、某中華製の安いやつは本当にあんまり効いてなかった記憶があるのでどうですこれ空の青さとかすごく綺麗じゃないですか今雲のコントラストもすんげえメリハリ出てません、まあ、こういった形で、えー、かなり有用性の高いフィルターなんじゃないかなと思います 今日は短めで終わりたいいと思いますコップロファミリーメンバーのナックルヘッドでした最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた